よね。保木が押し込む、渡辺フォロー、小林、ここで渡辺前に来る、よく拾っている、長いラリーになってきた、チャンス、ネット、前に来た渡辺、クロス、よく拾った、よく返した、まだ続いている、後ろから小林の強打があります。左利きの小林、小林の強打、もう一度、あ、そういった部分でこの1年プレーの幅は広がってますよね。その保木が触りますが、これは誰もいない、どちらかというと今遠藤選手が前に入っていくパターンが多いですから、はい、今は遠藤が後ろ、なかなかこの渡辺選手が前を止めれないですよね。ですからここで少し抜けてしまっている部分が多いのかなと思いますね。これで受ける形になった。後ろから渡辺、また前に遠藤、前に落とす、遠藤来る、押し込みました、よく拾う、後ろから渡辺、保木が後ろという形、あ、決まった、前で渡辺来ました、後ろを狙う、遠藤来た、よく拾った、クロスも返す、前に来る、これもね、あ、前に来ました、打ってる球も素晴らしいんですけど、打った後のフォローをこう見ててもらえるとすぐに準備に入るので、ですから相手にとっては非常に攻めづらいですよね。よく返す、今度は攻守逆転、レシーブした後の準備、そうですね、ですからこうタイミングが取りやすいですよね。前に来た保木、上げさせて、入っています、入ってますね、しっかりこう相手の打ちにくいところ、拾いにくいところ、そうですね、コースをやってますよね、動かしても問題はありませんから、左右ですね、ごめんなさい、はい、落とす、クロス、ストレート、入っています、ホキですがよく拾う、今度は小林が後ろ、バックハンド、落とした、